ハムハムチャンネル。動画を見る前にスイちゃんの友達になってね。チャンネル登録お願いします。今回の旅の目的地は徳島県美波町にある四国88箇所霊場第32番札所の薬王寺です。薬浴でとっても有名なお寺なんですよ。高知県中部エリアからはとっても遠いのですが、のんびりと車で行ってきました。それではご覧ください。東西に長い高知県は高速道路が一部分しか通っておらず、なんと端から端まで5時間近くかかるんですよ。これは鷹の肌。じゃあグレ。え、読めるのグレって。うん。すごいね。スイちゃんグレ食べたいな。美味しいの？ビヨンビヨンビヨン。食べまーす。どうグレ？うん。美味しい。遠いねここまでが。グレの炙りです。遠いね。2時間半ぐらい。お醤油いらん。ちょっと醤油入れてね。ママが役を落とさないとスイちゃんが置いてもダメ。1円だけ。まだまだまだ。はい、次左手。揃って入れてよ。暖かい。暖かい。暖かいすぎ。ああ気持ちいい。スイッチお座りがいい。そうだろ。だからそうでもいい。ねえ、くねえ。石碑に見えるけど。自動販売機。緑。ねえ、ちなみにトップは
魚だわや。生き物おもちゃじゃないよ。あー、ちょっと動いてる。ちょっと動いてるから、これ生き物だよきっと。今回の旅動画はどうでしたか？東洋町は遠くてなかなか行く機会がないですが、皆様もぜひ訪れてみてください。見てくれてありがとう、スイちゃんのお友達。